おはようございます。全員揃ったな。珍しいですね、戦士長の部屋に集合なんて。マーレ軍の人は？この部屋にはいない。お茶ぐらいたまにはいいだろう。はあ。さて、先の戦いで通常兵器が巨人兵器を上回る未来がより明確に知れ渡った。マーレが弱ればエルディア人はより生存権を脅かされる立場になる。これは民族滅亡の危機だ。唯一の解決策は早急に始祖の巨人とパラディ島の資源をマーレに収めること。まずは改めてあの島の脅威を強く世界に知らしめなければならない。物語には語り手が必要だ。それをタイバー家が引き受けてくれるそうだ。戦鎚の巨人を管理するタイバー家？確かにタイバー家は一度も巨人の力を敵国に向けたことがない。何より巨人大戦でフリッツ王を退けた一族として諸外国に顔が利く。世界は耳を傾けざるを得ないでしょう。さすがピークちゃんだ。その通りだよ。しかし広い土地で優雅に暮らしてきたタイバー家が今さら出てきて英雄を気取るなんて虫が良すぎませんか？気持ちはわかるが、タイバー家も祖国マーレを憂いているんだ。しかし俺たちは。これで祖国マーレが救われるならありがたいことです。俺たち戦士隊もタイバー家と協力して英雄国マーレ復活の礎となりましょう。そうだ、近くこのレベリオで祭事が行われる。祭事？諸外国の要人や記者を招いてタイバー家は宣言を行う。1年以内にパラディ島を制圧すると。エルディア人とマーレの運命はこの作戦にかかっている。もう失敗は許されない。祖国マーレの未来のために今一度皆の心を一つにしよう。ガリアードは多少不満があるようだが、まあ任務となれば徹底するやつだ。密室でこの内容なら問題ないだろう。ジークの一言がなければな。ん？この部屋にはいないか。俺はまた行くのか、あの島へ。